When God judged Cain for the murder of Abel, he became fearful for his life. The Bible speaks of God putting a mark on Cain to protect him from others. And the Lord said to him, Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Genesis chapter 4:15. That is to say that God's mark of protection on Cain was to help provide for his safety. However, it did not prevent Cain from being attacked or murdered. The mark merely warned that anyone who killed Cain would himself suffer a worse death. Then, what was a mark which was visible instantly for others?弟のアベルを殺したカイン。そのためカインは恐ろしい復讐に遭う危険性があった。旧約聖書によれば、神はそのカインを他の神々から守るため、カインにマーク、つまり印をつけた。旧約聖書はこう書いている。カインを殺す者は、その7倍の復讐を受けると。その印によってカインは守られたが、ではその印とは何か、誰が見てもすぐわかる印とは何か。広し林浜松スリージャパンが、この謎の下にはさらに巨大な謎が隠されていました。もう一度最初から説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この二人のダ・ヴィンチは全く似ていません。誰が見ても別人です。今さら比較するまでもありません。特に鼻に注意してください。鼻の長さ、高さ、そして鼻の頭に注意してください。誰が見ても別人です。いくら年をとっても基本的な部分がこのように変化するということはありえません。つまりこの二人のレオナルド・ダ・ヴィンチは別人ということになります。顔を貼り合わせてみるとさらによくわかります。鼻と口のところに位置を合わせてみました。別人です。ここが今日の一つのポイントになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。上が一応若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチ、下は死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。この死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチの原型となったのがその右、さらにその右、さらにその右の顔ということになります。つまり右下の顔をもとにその左の顔が作られ、その左の顔が作られ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものが捏造されたということになります。下の4者は全く同じです。となると下の一番右の顔の人物は誰かということになります。
1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代においてミケランジェロという操り人形芸術家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。これがそのメッセージです。カッシナの戦いという題がついていますが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子の絵ということになります。その絵の中に1500年後のイエスは775027という数字を隠し込みました。もちろんミケランジェロもこの隠し文字には気がつかなかったものと考えられます。ここが重要なポイントですから、もう一度しっかりと確認しておいてください。ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その絵の中には775027と一文字の形で数字が隠し込まれていました。775027です。別のところで解読しましたが、その上にはボスニア語でイボット、つまり生きているという一文字も隠されています。その775027を11種ゲマトリアで解読すると、77はクライスト、キリスト、50はビブリカル、聖書の、そして27はケイン、つまりカインとなります。ここが重要です。1500年後のイエスはこのようなメッセージを私たち人間に残し、そして自らの正体を明らかにしました。 Christ is biblical Cain となります。繰り返します。キリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。つまりイエス・キリスト自身がカッシナの戦いの絵を残すことで自らこう告白したということになります。キリスト、つまり私は聖書で言うところのカインであると。アダムとイブの息子のカインとアベル、カインとアベルは神に捧げ物をしますが、神は弟のアベルの方の捧げ物を評価します。それに嫉妬したカインはアベルを殺してしまいます。結果的に殺してしまったということになります。でカインは呪いをかけられますが、同時に神はカインを守るためにカインにマーク、つまり印をつけます。これがカインのマークです。誰が見てもすぐわかるマークであったと言われていますが、そのマークとは何かということですね。さまざまな解釈がなされていますが、誰が見ても一目瞭然にわかるマークだったと言われています。カインについて簡単におさらいしておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロなる操り芸術家はシスティーナ礼拝堂の天井画にその絵を描き残しています。天井のほぼ中央にその絵があります。イチジクの葉です。イチジクの実です。左からアダム、イブということになります。中央に下半身大蛇の人物が描かれています。カトリック教会の説明によればリリトとなっています。つまりアダムの最初の妻ということになっていますが、セントジェロームが翻訳したラテン語の聖書ヴァルゲートによればリリトイコールラミアと翻訳されています。魔女中の魔女、最悪の魔女ということになります。そしてその右にいるのがアダムとイブの息子の
カインということになります。そしてその右にいるのが妻でもあり妹でもあるアワンということになります。ついでですがラミアの天使の持つ剣がカインの首に突き刺さっている点にも注意しておいてください。アダムの最初の妻が一般にはリリトと言われていますが、リリトイコールラミアでした。で、そのアダムの次の妻がイフということになります。その間からカインが生まれます。そしてカインの妻でもあり妹でもあるアワンがここに並びます。1500年後のイエス・キリストはミケランジェロなる画家を通してキリストはカインであると告白しています。つまりこのカインこそがイエス・キリストということになります。システィーナ礼拝堂のもう一枚の絵を皆さんにご覧いただきます。システィーナ礼拝堂の中でも最もよく知られた絵です。この中央にそれがあります。この絵です。この絵の向かって左側にいるのがアダムと言われていますが、これはアダムではありません。バチカンの公式説明文の中でもアダムと説明されています。繰り返しますが、これはアダムではありません。アダムが神に命を与えられている絵ではありません。その証拠が同じカペラ・システィーナの壁画に残っています。中央にいるのがイエス・キリストです。この顔と先ほどのアダムと言われている人物の顔が同じです。比較してみてください。左はイエス・キリストと説明されています。右がアダムと言われている人物の顔です。全く同じです。つまり左がイエス・キリストなら右もイエス・キリストということになります。皆さん自身の目で確認してください。では左の人物はアダムかというと、左の人物は紛れもなくイエス・キリストです。その証拠がこの壁画の中に残っています。この下の2人の人物に注意してください。やはり一文字の形で77という数字が隠されています。by 林博士発見です。そして77は先ほども言いましたように11種ギャマトリアで読めばキリストという意味になります。つまり左の人物はキリスト、そして同じ顔を持った右の人物はアダムでなくてイエス・キリストということになります。ここが今日の重要なポイントになりますから、もう一度皆さん自身の目で確認しておいてください。77イコールキリストです。そして同じ顔の人物が右の絵の中に描かれています。つまり左がキリストであるならば右の人物もこれまたキリストということになります。アダムではありません。そしてそのさらなる証拠がこれらの絵の中に残されていました。手のハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指が皆くっついています。つまりシグナムマラの隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。マラヌスの手です。マラノーというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。つまりユダヤ教徒たちはカトリックの迫害を恐れてこのように身分を隠して密かにユダヤ教を信仰していました。言い換えるとイエス・キリストのシンボリックなハンドジェスチャーがシグナム・マラーノということになります。イエス・キリストであることをこのような形で示しています。となるとこの絵全体はイエス・キリストと神の決別を表しているシーンということになります。そのことは別のところで
説明しましたので、ここではさらに話を先に進めていきます。左がイエス・キリストとなると、右下もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。ここであることに私は気がつきました。これはミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるピエタ像です。この像の中でもやはりシグラム・マラノが表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。つまりこのような形でここに彫られているのはイエス・キリストであることを示していますが、ここで皆さん注意してください。ここに表現されているイエス・キリストの顔にはひげがあります。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの顔にもひげがあります。ひげといってもはっきりしないちょびひげのようなひげです。ここに注意してください。このひげが決め手となりました。ひげがあります。で、このひげのあるイエス・キリストは、結論を先に言えば処刑された替え玉イエス・キリストということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中のイエス・キリストです。頭から血を流しています。そしてその向かって右側、この人物の左手には聖痕が描かれています。つまりこのような形で1500年後のイエスは、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して、殺されたイエス・キリストは替え玉であることを示しています。並べて比較してみます。これら2者にはちょびひげらしきものがあります。右の人物についてははっきりしませんが、あるように見えます。そしてもう一人、このイエス・キリストを忘れてはなりません。私、林浩司が替え玉イエスと判断した人物です。そして最後の晩餐の中に描かれているイエス・キリストです。これら5者にはひげがないとは断言できないということになります。はっきりしません。つまり分かりやすく言えば、替え玉イエス、処刑された替え玉イエスには皆ひげがあったということになります。しかしシスティーナ礼拝堂の壁画、天井画に描かれているイエス・キリストにはそれがありません。そしてカインの顔にもひげがありません。つまり処刑された替え玉イエスの方にはひげがある。しかし本物のキリストイコールカインの方の人物にはひげがないということになります。ここが重要です。決め手となりました。こうした事実を裏付けているのがイエスの洗礼と呼ばれている絵です。ベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われています。中央に立っているのが処刑された替え玉イエスということになります。そして向かって右に立っているのが、一般にはヨハネと言われていますが、この人物こそがイエス・キリストイコールカインということになります。その証拠がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの絵に残っています。この両者を比べてみてください。顔の向きが違いますから比較しにくいところもありますが、この両者は大変よく似ているというレベルを超えて大変よく似ています。つまりほとんど同じと判断します。皆さん自身の目で判断してください。特に鼻の形、顎、口の形、そういった点に注意してください。顔というのは違うところがないという点で同じと判断します。胸のあばら骨にも注意してください。同じです。そして右の人物は別のところで証明しましたが、1500年後のイエスです。そのイエスと左の人物が同じです。ということは左の人物はヨハネではなくてイエス・キリストということになります。
でないというのなら、中央に立っているイエス・キリストと言われている人物がどうして両手を合わせているのですか。さらに、どうしてイエス・キリストが洗礼を受けなければならないのですか。右の人物がイエス・キリストであるという証拠を皆さんにお見せしておきます。ピエタ像です。このピエタ像の中に描かれているイエス・キリストの向かって左側、右腕に注意してください。この右腕には人間にはないコブがボコボコと表現されています。この赤丸で囲んだのがそのコブということになります。そしてこのコブと同じコブを持った人物がミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵の中に表現されています。このコブに注意してください。これがカッシナの戦いの絵です。右下の花冠をかぶり足の皮をベロッと剥いでいる人物に注意してください。この人物のこの腕に注意してください。反転し拡大してみます。するとこの両者は全く同じであることがわかります。つまり左がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストということになります。ここが重要です。コブの位置形に注意してください。左はイエス・キリストです。となると右の人物もイエス・キリストです。そして先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの人物、やはり同じコブを持っているのがわかります。ここが今日の最も重要なポイントの一つとなります。注意深く比較してみてください。ペーター像の中のイエス、そしてカッシナの戦いの中に描かれているイエス、腕で一致します。そしてその腕のコブと先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像の腕とこれまた一致します。ということは左からイエス・キリスト、そして右もイエス・キリスト、そしてその右の同じコブを持った人物もイエス・キリストということになります。つまりこの頭のハゲたこの人物もイエス・キリストということになります。髪の毛、ひげ、全くありません。ここが重要です。髪の毛、ひげ、全くありません。これがイエス・キリストの実像ということになります。つまりこれこそが神がカインにつけたマーク、つまり印ということになります。繰り返します。髪の毛、ひげが全くない、つまりこれこそが神がカインにつけた印、マークということになります。結論ということになりますが、もう一度最初にお見せしました動画を見てください。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この両者は全く似ていません。鼻だけを比較してもそれがわかります。両者を貼り合わせてみても一致しません。つまりこれら二人の人物は別人物ということになります。左の人物は要するに操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。言うなれば神と人間の間にうごめいた操り人形ということになります。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像、捏造された自画像ということになります。下の自画像に注意してください。元の絵です。元の絵です。さらに元の絵です。その元の絵には髪の毛、ひげが全くありません。つまりこれこそが元の絵イコールカイン自身の自画像ということになります。わかりやすく言えば、下の4枚の絵のうち右と左どちらが元の原画であったかということになります。今まで私林浩司はこの絵をもとにヒゲの人物が描かれ、バリエーションが加えられ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができたと解釈していましたが、実はその逆であったということになります。繰り返しますが、この両者4者は全
全く同じです。特に口の周りの小さな傷にも注意してください。そんな点も全く同じです。つまり右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像をもとにして左上の人物の顔の像が創作されたというのではなくて、その新訳左上の人物の顔こそがカイン、つまり神自身の姿顔であったということになります。その顔にバリエーションを加えて右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像が捏造されたということになります。言い換えるとこの顔そのものがカイン、髪の毛の全くないカイン、印をつけられたカインの姿顔ということになります。繰り返しますが、カインは誰が見てもすぐ分かるようなマーク、印をつけられて野に放たれます。そのマークとは何か、誰が見てもすぐ分かるマークとは何か、それは言うまでもなく髪の毛もひげもないのっぺらぼうの顔であったということになります。言い換えるとここに示されている髪の毛もないひげもないのっぺらぼうの顔の人物こそが神自身、カイン自身イコールイエス・キリストの実像ということになるのではないでしょうか。もう一度この顔をしっかりと見つめてください。これが神の真の姿顔ということになるのではないでしょうか。以上がこの動画の結論ということになります。 Bye for now. Christ is biblical Cain, the curse and mark of Cain. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Adam and Eve in the Jewish and Christian Bibles. In the stories, ifSomeone did something to harm Cain, the damage would come back sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical marking on Cain himself.The King James Version of the Bible reads, Set a mark upon Cain. 火炎の呪いと火炎の印というのは、ユダヤ及びキリスト教の聖書の中に出てくるアダムとイブの物語に基づく言葉である。その物語の中では、誰かがカインに対して何か害を与えるようなことがあると、その7倍の被害を被るという。その言葉について、肉体的な印であると見ている人もいるが、その印について、カイン自身につけられた肉体的な印ではない印と見ている人もいる。例えばキング・ジェームズ版の聖書によれば、カインの上にセットされた印となっている。広志林、浜祭り、ジャパン。アダムとイブの息子がカイン、そしてその弟がアベルです。カインは嫉妬に駆られてアベルを殺してしまいます。それについて God Answer Questions は次のように書いています。
質問。神がカインに与えた印とは何か。答え。カインが弟のアベルを殺害した後、神はカインに、今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。創世記4:11-12と言われました。その言葉を受けてカインは、私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたのお顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。4:13-14と申し上げたのです。それを受けた神は、それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると言い、そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去って、エデンの東ノデの地に住み着いた。4:15-16と書いてあります。と。以上が God Answer Questions に書いてある内容ですが、要するにカインがカインであると誰にでも分かるような印を神がカインにつけたというのです。その印とは何か、それについて考えてみたいと思います。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブラノルティはこんな絵を描き残しています。カッシナの戦いという題名の絵です。その絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。言うなれば暗号ということになります。775027です。もちろんこの絵はミケランジェロという人間の芸術家によって描かれたものではありませんので、ミケランジェロという人間の芸術家自身もここにそんな暗号が仕込まれていたなどということは知らなかったものと私林博士は判断しています。その暗号をユダヤのゲマトリアで読むと、77はキリストという意味になります。ゲマトリアというのはカバラ秘数学に基づく、言うなればですね、暗号ということになります。文字や言葉を数字で表現したものと考えてくだされば結構です。77は11種ゲマトリアによればキリスト、クライストという意味です。そして次の50はビブリカル、つまり聖書のという意味です。そして27はケイン、つまりカインという意味です。上からクライスト、ビブリカル、ケインとなります。そしてこの3つの単語を並べると一つの文が生まれます。つまり Christ is Biblical
ケインとなります。キリストは聖書のカインであるという意味です。こうした暗号を1500年後のイエス・キリスト自身がミケランジェロという操り人形芸術家を通して私たち人間に伝えているという点が重要です。もう一度確認してください。7クライストです。5 0ビブリカルです。そして2 7権威となります。ついでですが、この2の数字に当たるところにいるのが1500年後のイエスということになります。足の皮をベローっと剥いでいます。そして頭には花冠をかぶっています。この中の王であることを示しています。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストは自らの正体を明かしたということになります。繰り返します。 Christ is biblical Cain、 つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。つまりイエス・キリストはカイン、カインこそがイエス・キリストの正体ということになります。順に検証していきます。画面を見ながら説明します。私林博氏はアンドレア・デル・ベルッキョの描いたこのセント・ジェロームの絵こそが1500年後のイエス・キリストの自画像であると判断しています。つまり1500年後のルネッサンスという時代に現れたイエス・キリストはさまざまな操り人形芸術家を通して私たち人間に多くのメッセージを残しました。その中の2人がレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブアノルティということになります。そのミケランジェロについて考えてみます。ミケランジェロの代表作と言われているのがカペラ・システィーナの天井画ということになります。その天井画のほぼ中央に創世記の絵が描いてあります。カペラ・システィーナです。この中央部に注意してください。ここにこのような絵が描かれています。で、この絵を検証してみます。左からイチジクの葉、そしてイチジクの実が描かれています。言うまでもなく左からアダム、そしてイブということになります。中央に下半身大蛇の人物が描かれています。一般にはリリトと説明されています。魔女中の魔女ということになりますが、これはリリトではありません。セント・ジェロームが翻訳したラテン語のヴァルゲート・バイブルによれば、リリトではなくてラミアと翻訳されています。リリトイコールラミアということになります。ラミアというのは下半身が大蛇で人間の子供を餌としていた魔女中の魔女ということになります。そのラミアの右隣に空を飛んでいる天使が剣でこの赤枠の人物を突き刺しています。これがカインです。そしてその右にいるのがアワンということになります。先ほどのカッシナの戦いの絵の中に仕込まれていた暗号で考えるなら、このカインこそがキリストということになります。カインイコールキリストということになります。で、このキリストで注意していただきたいことは、
ヒゲがないという点です。ここが重要です。簡単に系図を説明しておきます。アダムです。アダムの最初の妻がリリトです。そしてアダムとイブの間に生まれたのがカインとアベルということになります。一番左がリリトです。中央がアダムです。そしてイブですね。そしてアダムとイブの間に生まれたのがカインということになります。そしてその妻イコール妹がですね、アワンということになります。カインの顔にヒゲがないという点に注意してください。もう一度カペラ・システィーナの天井画に話を戻します。カペラ・システィーナです。ローマ法王の選出会場にもなっています。先に紹介しました絵の2つ右隣にこの絵があります。説明によれば、神がアダムに命を与えようとしている絵ということになっています。右が神です。左がアダムということになっています。が、これはアダムではありません。バチカン発行の公式のホームページの中でも左の人物はアダムということになっています。繰り返しますが、右が神、そして左がアダムとなっています。こうあります。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに命を与えるところであると。左の人物は、結論を先に言えばイエス・キリスト自身ということになります。それを今から証明します。本当にこれはアダムなのでしょうか。今度はカペラ・システィーナの壁画をご覧ください。この中央に描かれているのは、一般説でもキリストということになっています。イエス・キリストです。一般には最後の審判の絵と言われています。左の人物はイエス・キリスト自身です。そのイエス・キリストと先ほどのアダムと言われているこの人物の顔を比較してみてください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。長い鼻、大きな鼻の穴、眉毛、輪郭ですね。そういったところに注意して比較してみてください。髪の毛も全く同じように表現されています。左はアダムと言われている人物の絵です。右はイエス・キリストと言われている人物の絵です。この両者は全く同じです。角度がやや違いますから、違った顔に見えるかもしれませんが、今言いましたように、顔というのは違いがないという点を捉えて同じ人物と判断します。両者ともイエス・キリストということになります。さらに皆さんに証拠をお見せします。この中央の人物はイエス・キリストです。そしてその下に2人の人物が描かれています。ここにも隠し文字、隠し数字が表現されています。7ですね。7は先ほども言いましたように、キリストという意味です。ゲマトリアによれば、キリストという意味です。十一種ゲマトリアで確認していただきます。ユダヤゲマトリアです。この赤枠で囲った部分に注意してください。Christ、シンプルゲマトリア、
77となっていますね。つまり77は Christ、 キリストを意味します。おそらくこの絵を描いたとされるミケランジェロ自身もここにそのような数字が隠し込まれていたということを私は知らなかったものと判断しています。77ですね。先ほどのカッシナの戦いの絵の中に書き込まれていた77を思い浮かべてみてください。77イコールクライストです。つまりここに描かれているのはキリストということになります。そしてカッシナの戦いの数字と一致します。そしてここに描かれているキリストの顔とアダムの顔は一致します。つまり先ほどの人物アダムと言われている人は実はアダムではなくてイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれは神がイエス・キリストに命を与える絵ではありません。キリストに命を与える必要はないわけです。つまりその新約、神とイエス・キリストが決別しようとしているそのシーンを表現したものだと私、林浩は判断しています。その証拠に今度はこれらの人物の手に注意してみてください。手のひらです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。シグナム・マラーノです。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。ルネサンスの時代においてもユダヤ教徒たちはこのような形でキリスト教の迫害を逃れるため身分を隠し、そしてユダヤ教を信仰していました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラーノということになります。中指と薬指がくっついている点に注意してください。このシンボルマークはその後のイエズス会、さらにはイルミナティのハンドジェスチャーとなっていきます。シグナム・マラーノです。マラーノというのはもともとは隠れユダヤ教徒の別紙語として使われていました。今日のこの動画で重要なポイントはこれらの絵の中に描かれているイエス・キリストの顔を注意深く見てほしいということです。左の人物がイエス・キリストです。アダムではありません。そしてこの顔を見てください。やはりひげがありません。さらに最初に説明しましたように Christ is biblical Cain、 つまりキリストは聖書で言うところのカインであるというあのメッセージを重ね合わせるとここに描かれているのはカインイコールキリスト、キリストイコールカインということになります。そしてそのカインイコールキリストにはヒゲが表現されていません。なぜヒゲにこだわるか、日本人の私たちには理解しがたいことかもしれませんが、現在の今でもペルシャ周辺ではヒゲが男のシンボルにもなっています。ヒゲのない男は男ではないとさえ言われています。そのヒゲがカインイコールキリスト、キリストイコールカインの顔に表現されていないということです。つまりこのヒゲのない顔こそがカインの印であると私林浩は判断しています。がここで話が終わるわけではありません。このヒゲのあるなしがさらに重要な発見へとつながっていきます。同じくミケランジェロ・ボナルティが彫刻したとされるのがこのペーター像です。このペーター像の中でもやはりシグナム・マラノが表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。言うまでもなくここに表現されているイエス・キリストは
処刑後の処刑後のイエス・キリストということになります。その顔に注意してください。このイエス・キリストの顔にはひげがあります。顎のところにひげがあります。そして口ひげも唇の横についているのがわかります。つまりひげによって本物と替え玉の区別がつくということになります。ひげのない方が本物のイエス・キリスト、そしてひげのある方が替え玉の、そして処刑されたイエス・キリストということになります。なお全く同じ絵をレオナルド・ダ・ヴィンチが描き残しているというのも大変興味深いことです。ここに描かれているイエス・キリストの顔とピエタ像の中に表現されているイエス・キリストの顔は同じです。そしてこちらの顔にもヒゲが表現されています。イコールこのイエス・キリストは処刑された替え玉イエスということになります。最後に一言申し添えておきます。イエス・キリストは二人いたという説は残念ながら私林博士の説ではありませんでした。外国のブリー3803という方から一冊の本が全文コピーされて送られてきました。その本によるといわゆるクムランテキスト、一般には死海文書と呼ばれていますけども、クムランの洞窟で見つかったその書物によればですね、どうやらイエス・キリストは二人いたということが分かってきたというのです。全体で232ページもの、膨大な資料です。その中でも第10章220ページ前後から読んでほしいということだったので、昨日、1日かけて20ページほどを読みました。大変難解で濃密な、論文集ということになります。それによればですね、どうやらイエス・キリストは二人いたらしいということが分かってきたというのです。これが、220ページ前後ということになります。その中に、そうした記述があります。こうした事実が次々と最近明らかになってきています。この分野の研究はまさしく信者の方も含めて命がけでなされているということですね。そういう真摯な熱い思いというものをこのブリー3803の中にも私は感じました。Thank you very much, Mr. Bully 380. Bye. According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.
like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, the creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について、次のように説明しています。アダムの創造の絵は、その礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品である。が、本当にそうでしょうか。私、林博氏の解釈は、この解釈とは全く違ったものです。博氏林浜松市ジャパン。この左に描かれている人物は、ローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵でカペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と、左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムは、これはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方の
この人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますからやや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまり11種ゲマトリアによればキリストを意味します。11種ゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね、キリストです。そして77は11種ゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通してここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この2人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならばローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が
別れようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林浜松市ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。でここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいますが、この2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な
様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけれども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナムマラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林宏はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはり、シグナムマラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにペーター像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグラム・マラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバファメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのはユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり11種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと読むことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この77、5027をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたようにもう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして
今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。でこの V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは私は I と読みました。 IVO、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。でつなげて読みますとイボットと読むことができます。これはボスニア語で alive、 生きている、あるいは life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake。 間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね、77キリスト、50聖書の27解という意味です。全体としては Christ isBiblical King、 つまりキリストは聖書の下院であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。でそのコピーということになります。弟子が書き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。でこの隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアによって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインという意味です。カインですね、いわゆる、聖書に出てくるカインですけども。でもう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。でこの3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はカインという意味ですね。で口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて77はキリスト、50は、聖書の、そして27が、カインという意味です。口述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。でその752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。でこの77なんですけども、今言いましたようにユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で5
足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリスト、キリストという文言も隠し込んだということになります。まあ、大変知的能力の高かったといいますか、人間離れした知的能力をですね、まあ、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、 I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして T ですね、イヴォットです。イヴォットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、まあ、国の言葉ですね。 ボスニア語で言いますと、イヴォットというのは alive、 生きている、もしくは life、 生命という意味です。ですから、まあ、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイヴォットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イヴォット、すなわち生きているという意味です。なわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。なあち、まあ、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。なあち、その日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・ボナノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。で、ここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね、そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね、対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じと言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じく、いわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのピエタ像を通してシグナム・マラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロ行動ということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博史です。まあ、こうして、まあ、1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまりビブリカル、聖書のとなります。で、
この数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そして ここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかしカシナの戦いの中に出ている文字と比較してみますと、 IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、ミケランジェロがですね、システィナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱してこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね、カシナの戦いの中に出てくる、5と大変似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、 この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので、 I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのも、これらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。つまりイエス・キリストとローマンカトリック、すなわちマリア教とは対立関係にあったということを示しています。これが結論です。 Bye for now.